どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。初心者ドタバタ神くらいでんかっこかりやっていきます。さあ今回はですね、まあもちろんストーリー進めていくんですけど、その前に一つ前回ですね、確かアンケートを取ったんですけど、アンケートじゃないな、あのツイッター上で、ね、アンケートを取って、キャラクターエピソードは、動画で進めるべきかみたいな、そういう感じでアンケートを取ったんですけど、動画内、キャラクターエピソードの動画を作るべきっていう票と、裏で進めるべきという感じでね、2つで投票したんですけど、50対50というか、そういう比率になってしまいまして、で、ゴッドイーター2の実況はね、本来リクエストでいただいてたんですけど、その方に聞いたところ、まあね、そういう風になっちゃったんで、その人はどう思ってるのかなって聞いたら、あのストーリーだけ見たいと言われたんで、キャラクターエピソードは裏で進めていこうと思います。というわけで、まず最初説明から入りました。というわけでやっていきましょう。さて今回ですね、ギルバートがいらっしゃらないということで、ラウンジまで呼びに行こうということでございます。あ、副隊長、こっちこっち。何ぼーっとしてんだよ。シプレ、シプレの新曲。シプレ、なんだろう。なんだこれなんか急に初音ミクみたいなのが始まったんだけど、新曲すげーいい。分かってますね、コウタさん、シプレの魅力ガチで全開でしたね。俺さ、大きくなったら人気兵に乗るんだ。マジっすか、やばいっすね。だってすごかったよな、シプレの未来でレトロな可愛さバリバリでさ。わかる、めっちゃわかる。分かってくれるか、ロミオ、今日は語り明かそうぜ。了解っす、とことん語りましょう。なんだこれ、いや、なんなんだ今のは。なんなんだよ。シプレって何？シプレは新生のバーチャルアイドルでさ、今人気兵登場の宣伝をしてるんだよね。実際その人気のおかげで結構な人数が登場者に志願してるんだって。まだ未完成。でももうすぐできるんだよな。それでシプレが登場員募集してるんじゃない？シプレなんて発音したらいいのかわかんねえ。シプレでいいのかな普通に。さっき鑑賞会で誘ったんだけどさ、窓の方でダミアンと難しい話してた。あ、いたいたいた。よし。ギル、リングサポートについてダミアンさんに質問していたんだ。要件は済んでる。エントランスに行こう。使用制限とは。ああ、これは前回かな？聞いた話ですね。前回かその前ぐらいですね。まあ、いいか。カピバラ。かわいいな。人気兵、なんかあの宣伝嫌だな。お。おお、ギルじゃないか。あれ、三木慎一郎さん。いや、そこじゃなくて。ハルさん、極東に来てんなら言ってくれりゃいいのに。いや、ここにいるって知らなかったっすよ。あれ、言ってなかったっけ。いや、いろいろ支部を流れ歩いてたからさ。そっか、グラス号以来か。グラス号、ずいぶん昔の気がするな。そうですね、ハルさん、そういや極東出身でしたね。なあ、紹介する、真壁春臣さん。グラス号支部で一緒にチームを組んでた。どうも。ハルさん、今所属しているブラッドの副隊長です。なんかギルがこういう口調で話すの珍しい気がするな。ああ、ブラッドか。うっすら聞いた。なんかすごいんだってな。よく知らないけどさ。俺は真壁春臣、極東支部第4部隊の隊長だ。隊長。まあ極東支部は緩くてな、ブラッドみたいにしっかりした部隊編成でもないんだが。春さん、榊博士への報告先に行ってますよ。いや、今のが第4部隊の唯一無二の隊員、
ダイバカノンちゃんだ。まあいろいろ頼りないんだ。ダイバカノンってなんか聞いたことあるんだけど。出るとこって出るから。おいこら。いいかな。おいこら。的な。やっぱミキさんそういうキャラ多いよな。なんかこういう女の子好きというか。またセクハラでサモン会に呼ばれますよ。またなのかよ。まあそういうわけだ。ギルが何かやらかした時は遠慮なく言ってくれ。シャーに構えてるこいつの扱い、俺は相当プロだぜ。じゃあ期待しとこう。ハルさん。冗談だよ。さてちょっと失礼するわ。はいはい。近々飲むぞ。またな。でもああいうキャラ一人いてくれると助かるよね。そんなにいいと思います？どうにも鼻につく感じ。あとは OK かな。よし、じゃあ任務いきましょうか。炎と氷、旧ダム施設に現れた荒神の群れを殲滅せよ。ウコンバサラ、家電製国運メイデンのほか、在郷ともおり、密集しての戦闘は危険である。状況に合わせて3回等の指示を行い、個別に撃破することが望ましい。ウコンバサラは非氷属性が有効だということで、ちょっとね、ギルバートは必須か。よし、じゃあちょっと、武器だけ変えてきます。よし、じゃあ、こんな感じでいきましょう。多分、リンクサポートデバイスもこんな感じでいいかなと思います。決定。 OK。 ちなみに武器はフリークローズ、いきます。さて、おお、いきなりいるじゃん。ほい、いて。ほいほい。これちょっとウコンバサラ後回しにすっか。一番の強敵っぽいもんね、この今回の。よいしょ。ほい、よし。待って、国運メイデンどこ。あ、欲しい素材が欲しいんです。あ、わかんねえ、しゃあない。諦めよう。痛い。ほい、ちょっと遠くからの方が当たんの。よいしょ、オッケー。てよいしょ。あ、そっち当たっちゃった。当たっちゃった。でね、待ってね。よいしょ、いただきます。見てなさいよ。ボジワレットがいっぱいってなんでなんだろう。よいしょ。あ、飛んでるじゃん。今、まあ、今気づいたわけじゃない。ウバーストほい。違う、そっちじゃない。ほい、これでどうだ。痛い。これで氷の方を打つ。あー、危ない。待ってこら。腰抜けやろうが。よし、いいね。どうだろう、切ってんのかな。8とか7とか入ってるやつがこの、ブラッドアーツのダメージかな、多分だと思うんですけどね。だとすると
間違えた、もったいない。追加ダメージが入るぐらいの感覚で使ってはいるんですよ。おし、頭。あれ、これもしかして普通に月の方が効くんじゃね。我が気を堪能。あ、当たりづれえな。ほいほいほい、よし、タービン。まだまだ尻尾があるよ。よいしょ、よし、壊した。いった、これで全部壊したんじゃないですかね。入った。人が武器切り替えてるところ。なんか赤く光ってない？見ません？痛い痛い痛い。見えない見えない、さっきから。よいしょ。おい、やっぱ月の方が効くじゃん。違うやつ引けばよかったよ。OK かな。よし。じゃあちょっとアイテム集めますか。余裕しゃくしゃく。手応えねえな。次の任務に備えましょう。茶でも飲んでくか。一通り回収は済みましたか。ねえねえ、たまにここで雪とか氷とか食べたりするよね。こうやってメンバーの会話を聞くのが意外と好きなんですよね。間に合わない。終わりか。終わりですね。さあ、ボーナス何にしよう。結合崩壊の報酬ですね。もう一仕事するけど。よし。三つ壊したからね。これ結構でかいんじゃないですか。SS。でも、まあ失敗してもいいじゃない。諦めなければきっとそのうち成功するでしょう。誰？こんな風にお互いが支えられるだけ支え合うのって相当素敵なことだと思うんだよね、ギル。どちらさんですか？ギル、分かってるよね、私を。だからお願い、ギル。ギルの回想シーン。殺して。ケイトさん。ケイト、え、何？気になる。エイジスでの討伐任務、ブラッドにも協約してもらえるんだってさ。いや、助かるよ。例の事件以降毎回ほんとキリがなくてさ。エイジス？エイジス計画の中心となった施設なんだけどさ、例の事件ですっげえ荒紙が集まりやすくなってるんだ。今は研究施設としても利用してるから定期的な掃除が必要なんだ。とはいえこれが結構しんどくてね。あー、うん、その話はまた今度ちゃんとするよ。いろいろ説明しなくちゃならないこともあるし、長くなると思うから気をつけます。これキャラクターエピソードかってわけじゃないよな。なんだ、なんなんだろうこれは。アーク計画が進められていた場所。あー、これはまた別。呼び水。へえ、何なんだろう。ちょっと気になるな。行こうか、行きます。あ、やっぱそうだよね、これだよね。グボログボロか。ちょっと確認します。よし、というわけで、グボログボロは雷が弱点ということで、サーリを装備していこうと思います。
そうだ、見せやされた。ブラッドアーツは残魂のテスタメントでいきます。いきます。メンバー、あ、コータだけ固定か。よし、じゃあハローミさんが使えるということでいきましょうか。あと、あ、そうだ、シール設定してる、ダメだ。ちょっと変えます。これなら大丈夫そうですね。いきます。あ、説明文読むの忘れた。まあいいか、いきます。なんだここ。痛い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 。あ、そうだ、こいつ雷効かねえじゃん。もうこういうことあるんだよな、この野郎。よいしょ、いただきます。当たんないな。よし、これも計算のうちってね。きた、グボログボロやってきた。ほいほい、よいしょ、残光のテストメント。当たんない。すごく中二病な名前なんですけど、これスタッフがふと出した案がまさかの大受けして採用されたっていう話を聞きました。お、胴体早い。最低だ。あと牙も胴体じゃない、結合を崩壊できるので、お、ホールドかかった。よし、牙を狙う、必要に狙う。お、背びれか、先に。ほいほい、必要に牙を狙う、全部壊す。おりゃ、よいしょ、ほい、いった。いや、でも効いた。235、強い。よいしょ、はい、牙。これ3箇所全部壊したのかな。ほい、どんどん行くよ、どんどん行くよ。壊す、もうないかな。いや、もう一箇所ぐらいなんかありそうだよな。よいしょ、痛い。早いね。はい、いただきました。終わりだ。ま、旧大殿ですね。任務完了。取るに足らない敵でした、ね、今回の動きを忘れないようにしてくださいね。こんなんで終わりでいいのか。このチームなら本日の戦果は当然かもしれません、ね、何もないね。ここ絶対後でまた来るよな、エイジスって。絶対怪しいよ。お、じゃあ、おお、ご指名かい。ご指名だよ。どうなるんだろう。お、これ多分あの効果だね。トリプルエース、まあ、大したことないっすね。お、乾杯してる。こうやって飲むのほんと久しぶりだな。そうっすね、ほんと久しぶりですね。どうだ今のチーム。悪くないっすけど年下は苦手です。お前もそんなことを言うようになったのか。老けたな、ハルさん。あ、そういえばあいつ、あ、ほら、あのお前んとこの副隊長、あいつ面白そうなやつだな。そうっすか。なんというか柔らかい感じがして
不思議なやつです。いつだって前向きで。あれはケイトと同じ匂いがするな。人から好かれて何でもかんでもすぐに背負っちまう主人公属性ってやつだね。なんだこの空気。そうっすね。それでつい一度説教じみたことをしてしまいました。ああ無駄だよ無駄無駄。ケイトもそうだったろ。結局どこまでも前向きでキラッキラしてて、そのくせすごい堅くなでちっともこっちの言うことを聞きゃしないんだ。ディスライでね、明るく。まあなんとかなるよギル、前向いていこう。人手はいつだって足りてないんだから、結局できる人がやるしかないんだしさ。それに私多分もう少しこの仕事を続けたいんだ。この人もゴッドイーターだよな。ゴッドイーターっていうか手の届く人たちだけでも自分の手で守ることができるからさ、うん、それでもブラッドだよな。自分はあんまり納得いってないです。うちに配属される予定の新型人気使いが極東に持ってかれてるのは単純に支部長の怠慢っすよ。俺の故郷をバカにしてんのか。してないっすよ。極東は新種の荒波が集まる最前線じゃない。戦力を集めなきゃいけないのは仕方ないでしょ。でも例のエイジス計画とかも結局失敗してるじゃないですか。そんな余裕があったら。まあね、エイジス計画なんで失敗しちゃったんだろうね。考え方はすごい良かったのにさ。でもまあ失敗してもいいじゃない。諦めなければきっとそのうち成功するでしょう。私たち人気使いはフェンリルの科学者たちに支えられているんだし、そのフェンリルは私たちが支えてるんだし、こんな風にお互いが支えられるだけ支え合うのって相当素敵なことだと思うんだよね、ギル。俺はケイトさんやハルさんを支えられるようになりたいだけです。そして引退勧告を無視して戦い続けてるケイトさんに、早くハルさんと幸せな家庭を築いてほしいだけです。お、え、そういう間柄か。ギルは優しいね。分かったよ。人員の補充の件は私から支部長にちゃんと伝えるからさ。結構外で子供が賑やかなんで声が入ってるかもしれません。ごめんなさい。了解です。うん。でそれはそれとして、その気持ちは嬉しいよ。ありがとうギル。ギル、俺の目の前であんまりイチャつくなよ。ケイトは俺の嫁だからな。やっぱそういう間イチャついてるのはそっちじゃないですか。まったくギルも大変だな、なんかこんな振り回されて。いいやつほど早く行っちまうってのはなんでなんだろうな。ハルさん、俺が、あの時。なあ、悪い。昔話はこのくらいにしないとな。ケイトに、前向いていこうって言われちまう。だよな、ギル。はい。いや、なんか急にギル編がスタートした感じになってきたな、これ。こういうの憧れるな、なんかこのバーで飲むみたいな感じ。うん、なるほど。なんだろうな、エイジス編とかになるのかな、どうなんだろう、わかんないけど。というわけで次回、今回はここまでにしたいと思います。また次回もやっていこうと思いますんで、裏でね、キャラクターエピソードとあとはフリーミッションかなをやっていくと思います。以上、ミツキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。それでは。
どれだどれだ、やばい、忘れた。バイバイ、これだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。